また外に出られている方がちょっと戻ってくるまでちょっとポツポツと喋りますけど、今回ねロビーの方でやっぱり何にもないというのは寂しいだろうというので、いろいろ記念グッズといいますかキャラクターグッズ、三日輪グッズを作らせていただいておりまして、でそれがね、本当はなんかキャンディーポーチですかね、あれがね、ご本人、三日輪本人が気に入って、これはもう皆さんにね、喜んでもらえると思う。それがね、意外と早くから業者の方に頼んでたんですけどね、7月には納品できますとか言われてね、ほんで何をそんなのんきに構えてらっしゃるんですか、私らはこのね、26日これコンサートなんですよって、ほんで8つだけかな、8個だけ作ったから、タオルの方もなかなか間に合わなかったところですね、あれはもうほとんどジャニーズ系のシャツとか、いろいろありますけども、品質だけはね素晴らしい岸和田のねタオルでございますのでね、国内産の、お求めくださいませ、よかった記念に。そして何をもちましてもね、もうめったにねもうその見ることできないような私の記念グッズがありました。手拭いですよ、もう手拭いに見えない、割とカラフルな色なんでね、私が去年ですね40周年記念公演をやった時に本当に一大決心で、娘が後押ししてくれて、作ったんですよ手拭いをね2種類で、それがですね、その時はまあそのコロナの状況だったんで、来たお客さん記念公演の時ですよ、来たお客さんもすぐ慌てるように帰っていった、誰もね買わなかったですよで、それからというのもなかなかこういうね機会がないもんで、また今日は持ってきました。一つは福徳円満、よく三番荘ね能の公演、初日は福徳、初日は諸願満足、福徳円満と、その福徳円満、いい言葉ですね、福徳円満。そしてもう一つが、衆人愛業って書いてある、これなかなか難しいでしょ、大衆の衆に人って書いて愛嬌、愛嬌、愛すると敬う、これはね、お客様からこう、愛され敬われるようにという意味に返す人が大体多いんです。私の独自の解釈ではこういう芸能で歌ったり踊ったりお芝居したり、私がお客様を愛してどんなお客様であれ尊敬する、ね、お休みになって眠ってるお客さんのことも尊敬すると、来ないお客さんも尊敬するというね、そういう私の精神を織り込んだこの、ね、手拭いがね、まあ、まだ1枚も売れてませんので、ね、私もその言葉をモットーに、これからは単なる人道じゃなくて人道能というね、能楽にまで畳めようとか、そんなことあんまり言うと笑われますから、準備よろしいですか。そしたら第2部はね、ちょっと変わった楽器に挑戦いたします。ミカリンのコンサート第2部のスタートです。花のように風に
Thank you.
憧れの歌手の西城秀樹さんの曲を舞台で歌うことができましてありがとうございました。それでは次は、今あのニューサントリー5という、北区曽根崎のライブバーで、もう3年目のレギュラーをさせていただいているんですけれども、そのエンディング曲で使わせていただいてます。とても素敵な憧れの歌手のマリリン・モンローさんの曲を林浩二郎社長の、トランペットを交えて歌わせていただきたいと思います。帰らざる川。
治りました。はい、治りました。よかった、よかった。すいません、失礼いたしました。これで安心。はい、安心です。では次の曲頑張ってください。オリジナル曲優しい風を聴きください。Yes, I should.
オリジナルの曲でございました。ですね、ここでまた再びね、呼び込むのはこの佐喜多はじめ先生でございますけども、この朝ドラのお話しましたけども、その前にですね、NHK の木曜時代劇というのがあって、その音楽をまたね佐喜多さんが担当されて、だからドラマの中の音楽全部ね、いろんな曲を作曲するんですけど、木曜時代劇銀二冠というねドラマがございまして、今から7、8年前ですかね、10年前ですか、これ私もねその時大阪の天満が舞台のね、あきんど商売人さんたちのね物語で、これは商売人さんたちのその喜怒哀楽ということで、ちんどん屋さんの音なんかいいんじゃないかというと、もう私も参加させていただいたんですけど、まあ、その時の話をちらっと、佐喜多はじめさんどうぞ。佐喜多さんどうぞ、再び登場でございます。という時ももう私らちょっと読んでいただきましたけど、どんなドラマだったかというとね、割と感動的なね原作がありまして、はい、高田薫さん原作の、江戸時代の大阪天満のお話で、寒天問屋のお話なんですけど、寒天屋さんね、はい、その商売人の心意気というか、それを本当に、胸に迫るお話ストーリーで、それの音楽を担当させていただきまして、でやっぱり江戸時代のその大事なそのシーンっていうシーンたちの音楽っていうことで、初めての時代劇だったということで、やっぱり林さんたちに、一緒に音楽を作ってほしいなと思って、それでちんどん通信社さんと、あとあの平野のだんじり囃子の方々に、ね、でなんか大阪天満宮から響いてくる、なんかなんか教会のパイプオルガンのようなイメージで、そのだんじり囃子のサウンドを使って、それが本当何度も天満宮は火事で焼けたりとかしてるんですけど、その度にそこをすごく大事に思った商売人の皆様が寄付をして立て直して、何度も焼けて立て直してという、すごい熱い話、僕ちょっとその時思ったんですけど、なんで石で作れへんかったのかなってちょっと思ったんで、やっぱこれ木造建築だからいい、そういうことなんですね。でその時にね、平野のだんじり囃子の生の演奏にね、まあ、録音するんですけど、それに合わせてクラシックのね、そうなんです、曲を合わせて作曲して、だんじり囃子のこのサイズで曲を作られて、だんじり囃子って皆さんきっとご存知だと思いますけど、こうすごいダン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 、すごいテンポの速いとこと、あと大阪の橋を渡る時とか、ダンダカダンダンダカダンダンダカダンダンダカで、またダンダカダンダカダン、すごいテンポがむちゃくちゃ変わるんですけど、そのだんじり囃子の10分ぐらいある曲の中で、そこにオーケストラ合わせたんですよ。もうね、録音だけじゃなくて中之島公会堂で生演奏でライブやらせて、指揮者なしでそれ合わせましたね、素晴らしくて、もうそういうことを頼めるのは林さんとこしかないと思いまして、すごい、その天神様ビートっていう曲ではないんですけどね、今日ですね、今日なんかそのドラマの中で何十曲作曲しましたかね、あとは大体30とか40とかぐらいの曲数を、やっぱ劇版というかサウンドトラックってすごい数がいるんです。銀二冠の時はそのぐらいだったと思いますですね。朝ドラだったらその何倍か、そうですね、160曲とかそのぐらいの感じ、まあ、喜怒哀楽と言いますけど、嬉しい時、悲しい時、楽しい時、怒ってる時、それぞれもいろんな状態があるから、それに合わせたやつを佐喜多さんが作曲するんですよ。そうなんです、本当でも鎮魂に行ってる、僕30年前に行ってる時代は本当にそんなことが自分でできるとは思ってなかったんですけど、できるようになりました。やっぱりね、この頃から感受性がね強かったから、やっぱり
最初からの音楽のご先祖を知ってるとかそんなことよりも、何を見ても夕日を見ても涙をする、朝日が昇るのを見ても涙する、ちょっとしたことで感動してうー嬉しいなとか、はい、いうようなやっぱ人間大切ですよね、やっぱそういう気持ちっていうのが。で今からやるやつ、はい、ちょっとねこれ言うときます。はい、2巻の中 のメインテーマで高い曲が欲しいんです。あったかっていう曲が欲しいんです。あったかたったかたったかたっていう曲ができまして、あったかなんですけど、そのメインのトランペットはまた違う人が吹いてくれたんですけど、僕は林幸次郎氏のこのトランペットの音色がほんまに大好きで、もう人間丸出しになっているこのトランペットで今日は。高中のあったかを演奏させていただきます、ね、今から言うときますけど、ちょっとこれは笑っていい曲でございますあったかい心になってください。ちょっと私もねオクターブ下げたりひっくり返ったりいろいろやりますので、それではあったかでございます。もう伝説のトランペットだと本当に冗談抜きで
なんかこう、あったかい気持ちになるでしょ。いやいやいや、ちょっとね、あんまり言わんときましょう。そんなこと、あの、この、はい、お中元というドラマにね、はい、そうなんです。大さんが出していた、別に知り合いだから、おちょっと俺の知り合いの歌詞出してくれやとか言うたのと違うんですよ。そんなんで通るような世界じゃないんですけど、中之島図書館でね、僕が明治時代の音楽を再現、明治大正時代の音楽を再現するような、ちょっとした小さなコンサートをやってる時に青木美香子さんも出てきて、空にさえずる鳥の声、この声を青木さんの声でやってたのよ。で、そういうやつをやってる時も、ふと会場を見たら咲田さんがいた。いやいや、NHK の関係者も来てた。そう、おちょやって見てこられた方どのくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。見てない人どのくらいいるんですか。よう叩けましたね、すごいですね。若い人はあまり見てないけど、中高年の方はご覧になって、ね、すごい大事なシーンで、ゴリオンさん、そのおかみさんがすごく昔大事やった恋が秘めてた恋をっていうすごい大事なシーンで、カチューシャの歌をチンドン屋さんでやりたい、しかもその上にオーケストラ重ねたいっていう監督のお話があって、これがね、果たしてできるのかなという、でその歌を青木さんの声がぴったりやっていうことで、その時青木さんはね、ほとんどマイクなしで地声でね、チンドン屋の演奏で歌ってたんですよ。でそれを あとはアカペラなんかでね、それを聞いていただいて、どっかその金銭に触れとかあったのかもしれませんけど、ね、今日はじゃあその青木さんの歌と、はいはい、一緒にやらせて、チンドンではないですけども一緒にやらせていただきたいと思います。銀二冠のサントラの一番最後にも入ってます、はい、今日はあの外にも置いてますので、よければ今日のバージョンではないですが、それでは僕が紹介するのもなんですが、はい、紹介いたしますね。どうぞ、こっちか。もうありがとうございます。今日は4着お衣装を買いまして、最後は白で締めたいと思います。それではカチューシャの歌をお届けさせていただきます。カチューシャかわいいよ、
才能が豊かでね、そしてとっても人間味あふれ、またかっこいいのでね、ものすごい人気がおありで、地元の河内長野でもミュージカルソーを指導されたりしてるんですけど、女性の生徒さんがすっごく多いようでございます。今日は佐喜多さんと念願のね、共演ができました。これも本当にご来場いただいた皆様方のおかげだと思います。ありがとうございます。では次は情熱的に参りたいと思います。スペイン語も勉強いたしました。ベサメムーチョ。Besame, besame mucho. Moiru kuchizuke o kawasu tabini. Besame, besame mucho.どんなに雨が降っても風が吹き荒れてももう一度ただもう一度燃ゆる口づけをベサメベサメムチョ私のすべてはあなたなのよベサメ
地よく歌わせていただきました。そうですか、音響さんが素晴らしいし、お客様が素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。いよいよ大喜利でございますけど、はい、次の曲はね、はい、なんとまた咲田はじめさんが作曲した、はい、曲なんですね、はい、でミュージカルそうですから、はい、これにね言葉はついてなかったわけなんですけども、はい、僕は咲田さんの、CD とか何枚か聴いて、あ、この曲使いたいな、これいいなと思ってて、はい、でそれと別に青木さん、青木さんで、そうなんですよ、私東京のボイストレーニングの先生が、うん、あなたこの曲なんか歌詞つけてもらって歌えばいいんじゃないとか言ってアドバイスくださってたんです。他の方からも言われたりね。そうなんですよ、これ結構これ知る人ぞ知る曲だった、いい曲なんですよね、はい、それで作詞をするってなかなかね、歌が先で後で詞をつけるっていうのは難しいもんで、はい、これは一つの才能がいるんです。才能ある方がここにいらっしゃったんですね。ここ拍手してください。しかもただで作ってあげたらね、ありがとうございます。いや、ちょっとぐらいお礼包もうかな思ってますけど、すいません。どんどん良くなりますから。ありがとうございます、はい、咲田さんの曲でね、はい、今度は咲田さんはあえて登場しないんです。そうですね、咲田さんのミュージカルソーンの代わりに青木さんの声で表現しようという曲のタイトルは、はい、光の刺す方へ。星よ空よきらめ時を越えて祈りを込めて歩き
の素敵なメロディーに、そして林幸次郎さんの素敵な歌詞で今日は歌唱させていただきまして本当に感謝しております。皆様本当にどうもありがとうございました。それでは最後の1曲になりました。この曲は、陽気に、そしてなんとなく皆さんがウキウキするようなエンディング曲を選ばせていただきました。ラストダンスは私に。
悪いことは何もないんですよ。そうね、はい、今日は本当に幸せな気分でございます、はい、ありがたいです。じゃあせっかくでございますから、はい、最後ね、はい、僕が出てきてもあと一人いるんじゃないか。そうですよ、やっぱりね、今日のスペシャルゲスト作田はじめさん、今からやろうというのは、はい、即興的にね、そうですね、やるわけでございますけども、はい、これもアルバムの中の1曲をちょっと用意してたかのようにお届けしたいと思います。で、まあ、はい、歌謡曲ちょっとスイングジャズ風にやるんですけど、はい、咲田さんはね、こんな譜面立ても何もないんですよここでどういう風なプレイをするかって楽しみですね楽しみですね、はい、皆様ご存知だと思います。大阪しぐれという曲でございます。それでアンコールにお答えして、大阪しぐれ。
せ青木美香子の麗しき歌のメリーゴーランド in 阿部のハルカス近鉄アート館全公演の終了とさせていただきます。最後までご覧いただき皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。